え、終わり？そんなわけないでしょ。だよな。え、外？え、絶対違うって。そこはいいんだけど、おい人間、初めて会うのに挨拶もなしか。こっちを向いて握手しろ。あ、知ってるぞお前。見たことある。そりゃそうと、あんた人間だろ。何が？ やっぱ聞いたことある、サンズ。人間が来ないかここで見張ってろって言われたんだ。つってもオイラ的には人間を捕まるとかどうでもいいけどな。でも弟のパピルスは筋金入りの人間ハンターだ。やめてくれー。ゲートっぽいのくぐれ、普通に取れるならパピルスが作ったんだけどな。意味ないよな。よう、パピルス。お前は縦読みなのか。パピルスをちょ、パズルを調整していくようにと8日前に言いつけたのに、未だに何もせず、勝手に持ち場を離れてふらふらと、こんなところで何をしているの？そこのランプを見てる、いいランプだろ、お前も見ろ。そんな暇はない。人間がここを通ったらどうする？人間の襲来に備えるのだ。そして必ずこのパピルス様が人間を捕まえてやるのだ。そうすればこの偉大なるパピルス様の望みは全てかな。マントつけてる。人気者になって尊敬されて、ついでに憧れのロイヤルガード。なんかあれか、なんだっけ、思い通りにさせちゃいけないマンのガードかな、わかんないけど。そしてみんなにお友達になってって言われちゃったりして、結局友達が欲しいのか。僕も欲しいわ。毎日ラブラブ光線浴びな降るのだ。そんならこのランプに相談してみるのがいいのか。意地悪だなお前。ちょっと適当なこと言わないでよ。この腐れスケルトンも両方スケルトンなんだよな。毎日何もせず骨クソほじってばっかのくせに。そんなだと偉い人になれないんだぞ。いやいや、こう見えてはトントン拍子に出世してるんだぜ。スケルトンなだけに。ああ、面白かったのか今の。あれの方が好きだ。なんだっけ、ヒヤリハットの方が好き。見込みなのにこんな苦労をしないといけないのか。パピルス、たまには肩の力抜け、それが本当の骨休みなんつって。あ、え、何、サンズが兄貴なの？絶対こっちの方が兄だと思ったんだけど、違うんだ。え、こっち？違う、絶対違う、こっちだよな。警備員の詰め所の裏、なぜかケチャップとマスタードとピクルスが置いてある。なんで？ここ最近パピルスはずっと落ち込んでる。あいつの夢は人間に会うことだから、あんた会って。え、殺されちゃうやんけ。あー。
実はあれでしょ、サンズはめっちゃ強いみたいな。サンズは実はめっちゃ強くて、パピルスは意外とそうでもないんだけど、なんかピンチになったらサンズが駆けつけてなんかめっちゃ強いみたいな。語彙力なくした。とりあえずセーブしよう。あのランプの形の長老さを思い出すと決意がみなぎった。ボックスの道。取り出し入れできます。丈夫の手袋。コアライチョウがパタパタ飛んできた。お笑い長、観客にネタを聞かせるべく戦うティーンコメディアン。代わりに立ってないよ、滑りまんねん。客席の空気を読もうとしている。笑う。何あれか、あの親父に反対されてる系のあれ、お笑い芸人みたいな、状況を反対されてるみたいなタイプのやつ。いっぱいお金もらった。釣り竿が地面に突き刺さってる。釣り糸を巻いてみ。変な顔をしたモンスターの写真が。電話ください、これが僕の番号です。電話するのはやめておいた。してやれ。ああ、わからん。出会い中かもしれん。サンズ左行ったのに右にいるやんけ。アンダインに褒められている。ん？褒められるか。アンダインは知らん。やっぱあれなんだし、普通に人間と一緒なんだ。あとは知らないんだ。余計な動きした。ヒョウボウが飛び出してきた。棒は帽子の棒。ダジャレが多めです。雪違いは帽子のクズだよ。ああ、帰ってくんの。帽子がちゃんとあるか確かめてみる。褒める。はあ、フケが雪のようだ。フケなのかい。一番楽。すっげえダメージ入るようになった。帽子は今にも落ちそうだ。まあお気に入りの帽子はねえ。段ボールにナレーションが書いてある。貴様は思った、これは立派な見張り小屋だと。貴様はもう一体誰がこれを作ったのか。きっとあの有名なロイヤルガードの男に違いない。まだ有名なよロイヤルガードにはなってないけどね。
危ない。よし。言うこと聞けばよかったマンかもしれない。これはシュミディス。わかった。よし、そういうことか。やっぱりそういうことだ。ランボーは撫でられた。逃がせる。通れるのでは。誰かが骨っこジャーキーを決めた後だ。投げて武器になりそうじゃん。パピルスはスペシャル攻撃を使ってくる。なんかあれみたいだね、東方みたい。青い攻撃が来た時は動かなければダメージを受けない。赤い、青が止まれだと思う。バトル中は青が止まる。なんで青が止まるよ。黄色で、これポケモンで見たことある。北氷、南氷、西氷、東スノーフルの町。と氷、こっちか。え、捕まえなくていいの？なんか捕まえるみたいな。昼寝をしてたし、普通に寝てただけ。わかるよ。なかなかショッキングだ。ああ。何しろその名も透明ビリビリ迷路。透明、この迷路の壁に触れるとオイラのオーブから強力な電撃が発生する。余裕をかましていられるのも今のうちだ。え、なんか知ってた。絶対これあれじゃん。あんなにあっさりクリアすると、まあよ、次のパズルはそううまくいかない。なんだかんだ尊敬してんの好きだよ。俺なら間違いなく途方にくれる。2週間前のコスプレパーティー用に作ったんだ。戦闘用ボディ、うん、いけ、生かしてんね。